福井県立金津高等学校は、福井県荒ら市一姫四丁目に所在する公立の高等学校。略称は、金田課。1982年の開校時には普通科、情報処理科、経理科が設置されていたが、情報処理科、経理科は2009年の県立高等学校、再編整備計画によって2014年に新設された福井県立堺高等学校に編入され、 2016年に閉会し、普通科のみになっている。2005年から、あわら市あわら中学校、あわら市金津中学校と、連携型中高一貫教育を行っている。また、この学校独自の伝統として、毎朝8時30分から10分間の朝読書が2002年から行われている。高訓高訓の、親、親、親は、学校の理念である、自然や人間。 社会と親しみ、真理を体得し、信念を持って生きるから取られている。校九1982年の開校時には、高歌は制定されていなかったが、生徒や保護者の要望により、初代校長の月輪強生が、詩人の谷川俊太郎に作詞を、歌謡曲を多く手がけた、服部光一に作曲をそれぞれ依頼し、1983年3月には、 第一体育館で校歌発表会が行われた。歌詞は、校訓の、親、親、親を踏まえ、天、地、人に問いかけることによって、青春の夢を求めて、生き抜く真摯な姿を表現している。県立高等学校再編整備第二次、実施計画の決定について、福井県、P8、2016年8月20日閲覧。 高等学校再編整備計画の決定について、福井県、2014年4月6日閲覧、商業化閉化式福井県金津高等学校、卒業式福井県立金津高等学校校訓、校歌福井県立金津高等学校、福井県立金津高等学校校歌より、ありがとうございます。